ですね、今日ですか、美智子様が手術から4週間目の今日、まだ1ヶ月ってことですね。6日ですもんね、骨折したのはね。先月転倒して骨折した上皇后美智子様。手術から4週間の今日、術後の検診のために、宮内庁の病院を訪問されましたと。宮内庁病院か、東大に行ってんじゃない、執刀医のところに行ってるんじゃないんだね。午前10時半頃、美智子様は皇居、半蔵門に到着し、術後の検診を受けるために宮内庁病院に向かわれました。美智子様は先月転倒して大腿骨を骨折し、東大病院で手術を受けられました。だから東大病院じゃないんだね。普通はなんか執刀した人が見るっていう感じなのかなと思うんですけど、術後の経過は順調で車椅子で生活しながら、10月20日90歳の卒寿の誕生日を迎え、側近によりますと、美智子さんは毎日、午前と午後、お住まいの理学療法士などの指導のもと、転倒しないように気をつけながら歩くためのリハビリに取り組まれていることですと。どうなんですかね、立ててるんですかね、もう。でも、へすりを掴んで立つとかはやったのかなと思うんですけどね。ただまだ歩行器には行けてないんじゃないのかなと思うんですよね。まあ、昨日も言ったけど、歩行器までには行ってほしいなと思うんですね。歩行器まで行けば、まあ、常に行きやすいんですけど、歩行器怖いですからね。車ついてて前にこうずーっと行っちゃうから、かなり怖いと思いますよ。そこで倒れたりしたら、もう身も蓋もないんで。で、また僕は経験者から言わせていただくんですが、大腿骨を骨折し手術をした後ですね、後遺症が実はあるんですよ。僕は未だにあるんですよ。もう1年、5月から5でしょ、6、7、8、9、10、11、あれ。いや、1年、半経ってんだ、僕が手術して。でね、1年半経った未だに、まあ、ちょっとあるんですよ、後遺症が。前とは違うっていうところ。まあ、だいぶ良くはなってるんですけど、ここ最近はね。ただ1年ぐらいは、だいぶそこで悩まされてたことがあるんですけど、まあ、何なのかというと、痺れてるんですよ、足が。感覚がなくなるんですよ。手術したところの足のね。まあ、右足ですよね、美智子様はね。大腿骨骨折の手術なので、金属とか入れて止めてるんでですね、結構まあ大掛かりって大掛かりなんですよね。まあ2時間ぐらいはかかった手術って言ってますよね、これだってね。靴か留め金を用いて、折れたところとかを固定して、なんだったら1本芯を入れたりとかもするんですけど、まあそれなりに手術としては大掛かり。なので、何箇所か切る。その切った中でやるんですけど、もちろんね、最小限で切りたいわけですよ。でもまあ、それでもやっぱ切るわけですよ。で、中でいろんなことをやるわけですよね。骨の付近でね、いろんなことをやって手術をするわけですよ。だから、結構、神経を結構ぐちゃぐちゃにしてしまうんですよね、この手術ってね。だから、その分、その神経も、やっぱもちろん元には戻るんですよ。くっついてって、少しずつくっついてってね。骨もそうだし、人間の体って再生するので、一回途切れた神経もこう、くっついてくんで、最終的には戻るんですが、結構時間かかる。まあ、とにかく、一番最初の頃ですかね、手術して、半年以上かな、まあ、一年近くですかね。僕は左足なんですけど、左足の感覚がないんですよ。なんだろう、手術したあたりですけどね。ふくらはぎとか、そっちあたりは別にあるんですよ。すねとか。太ももですね。大腿骨なんで太ももとかのあたりなんですけど、太ももの感覚が膝あたりまでないんですよ。だから触られてるのがわかんないです。痛さもないんですよ。こう、ボコ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 叩いたとしても、何も痛くない。感覚がもうないので。何ですかね、正座するじゃないですか。で、正座して立つと足痺れて、ヨロヨロってなるじゃないですか。それがずっと続いてる感じですよね。太ももがずっと痺れてるっていうんですか、正座した後みたいな感じであって、それが1年ぐらいになってました。今1年半経って、まだあるんですよ。痺れが取れてきて、だんだん足戻ってくるじゃないですか。なんかそんな感じですね。ちょっと残ってる。だから、右足と左足でやっぱ触った感じが、ちょっとやっぱ違うんですよ。美智子様も、今そんな感じだと思います。かなり違和感を感じてるんだと思うんですよ、足にね。リハビリを進める上でも気になるんですよ。感覚ないのが。僕だから慣れなかったんですよね、ずっとね。何回も聞いてましたよ。だから理学療法士とかももちろん担当医とかにもずっとしびれてるんですけどねって言って、感覚ないんですよねっていつも聞いてるんだけど、まあ言うことは一緒で、時期に治るっていう。かなりかかるけど時期に治ると。半年から1年ぐらい、まあもしかしたらもっとずっと長いかもしれないけど、そのうち治るからって言われる。そのうち治るのはわかるけど、慣れないんですよ。やっぱりこう、痺れてると、歩くのも辛いしね。あと、多分理学療法士のリハビリですか。ここで重点的に行われてることは、マッサージだと思います、僕は。必ず僕も外来で行った時に、まずはマッサージです。念入りにマッサージを受けるんですよ、足を。折れたところをね。そうですね。例えば、1時間半ぐらい僕はやるんですよね。1回行くと1時間半ぐらいの時間帯取られてるんですけど、そのうちの45分、半分はマッサージですね。残りで、いくつかの、歩行練習をするんですよ。これってだから入院してる時もそうでしたよ。入院してる時の方がマッサージの方が長かったですね。なんだったら、2時間ぐらいの理学療法士の方が来てやってるうちの、2時間マッサージっていうのも全然ありましたよ。なぜそういうことをするかというと、可動域ですね。動かないし、筋肉とかも、ね、骨とかも全部一旦おかしくなってるんで、可動域が全くないんですよ。これは全部解きほぐして、足をこう伸ばしたり、あっちやったり、こっちやったり、こうやりながらのマッサージで、まずは足を動かすっていう訓練っていうんですかね。歩くというよりは歩くために足を動かすっていう、ほぐすっていうことを念入りにやるんですよね。美智子様の今やってるリハビリっていうのは僕はほぼほぼマッサージがメインなんじゃないのかなと思っておりますけど。